一流祭帝城は、公爵士の名跡。元は小流、祭帝城といった。五代目、以降、一流祭帝城。本名、安原大二郎、明治二十二年昭和六年十二月二十三日。東京の生まれ、帝国を小流祭として、上り竜祭帝城と名乗った。三代目新流祭帝水の子で三代目、金城祭天山の門邸の定一から帝城を。 襲名、五代目の師匠。本名、八木下正夫。三重県に生まれ、幼児から横浜に育った。明治三十九年八月十三日昭和十三年七月二十七日。早稲田実業に学んだ当時の講談会としては珍しいインテリであり、新作の回も積極的に発表その数は百数十回を超える。一流祭帝法、四則の六代目。 一流斎定常人間国宝の六代目、一流斎正水を育てた。同時期に活躍した、公爵士、五代目、宝井馬琴はいとこにあたる。また、実定は、落語科書第三遊亭金太郎である。また、1952年に、乗客乗員全員が死亡となった、木保死亡墜落事故で漫談家の大辻四郎が、死去したとき、定常も、大辻と同じく、 長崎市博覧会に出演予定のため、木星号に登場予定であったが、仕事があって1日遅れの出発であったため、命拾いをしたという。女性に非常にモテて、死去も柳橋の行き筋での副上司だという。本名、八木下木一、父は五代目、一流最定以上。昭和3年9月2日平成15年10月1日、元公団協会会長。 生前略語協会所属、法政大学小学科卒業。ありがとうございます。